ルイジアナミュージックファクトリーは、米国ルイジアナ州ニューオーリンズのフレンチ面、ストリート沿いに位置する、独立系のリコード店。ニューオーリンズジャズ、ブルース、リズムブルース、ザディコ、ケージャンなど、地元ニューオーリンズ、ルイジアナの音楽を専門とし、地元のレーベルから、リリースされた版など、入手困難な CD、レコードを豊富に揃えていることで知られる。また、 一年を通じて毎週インストアライブを企画しており、特にニューオーリンズジャズヘリテッジフェスティバル期間中は多くの地元ミュージシャンが同店でプレイしている。店内の様子1992年2月、ジェリー・ブロックとバディ・スミスがフレンチクォーターのピーターズ・ストリートに開店した。ブロックは地元ラジオ局 WWG の創設者の一人、またダーティ・ダズンブラスバンドを 初めてレコーディングしたプロデューサーとしても知られている。1996年、店舗をあるディケーターストリート沿いに移転した。新店舗はそれまでよりも広い2階建てであり、2階はアナログレコードの専門フロアとなっている。ブロックは2001年経営から身を引き、イコスミスが単独オーナーとなった。2005年のハリケーンカトリーナで同店は、 大きな被害を受けることはなく、ニューオーリンズ市の被災後最も早期に再開したレコード店の一つとなった。2014年、現在の店舗であるフレンチクオーター隣接のフレンチメンストリート沿いに移転した。ありがとうございます。